はいどうも、カボジーです。寒くなってきましたね。っていうかもう寒いですね。はい。ということで、月末になったんで、このデッキ紹介したいかなと。強くはないけど強いデッキっていうのかな？うん。わかんないね。というわけで、はい。こちらのデッキでございます。電人のね、竜なんですけど、ちょっと面白いことに赤黒電人ですね。で、今回の主役のカードなんですけど、今回のその主役、メインとなるカードはこちらです。よいしょ。ほおずきですね。こちらのカードの効果は、自身を除くユニットが死亡時、敵ヒーローに1ダメージ。ということで、まあ、こちらの使い方は、電人と組み合わせて、まあ、敵ヒーローにどんどん飛ばしていこうって感じですね。まあ、相手ユニットでも、自分ユニットでも、ダメージが飛ぶので、もうこいつは強いなと思って入れております。はい。あと、ほおずきのコストが5コスなんで少し重たいと思うので、たたり場だったり、ゴーライウン、こちらの方でスピリットのね、ユニットのコストをマイナス1にできるんで、まあ、マイナスにして、ほおずきと一緒に出したりして、横展開していきたいですね。まあ、ほおずき自身を下げてもいいと思うんですけど、末路とかで取られちゃうかもしれないんで、まあ、そこはまあ、あまり気にしないでいいかな。うん、ほおずきのコストも下げたりして、どんどん横展開にして、まあ、ダメージを与えていきましょう。で、あとは、うん、普通の電人と一緒ですね。普通が何か分かんないんですけど、まあ、顔に攻めていくカードばっかなんで、顔に攻めていって、まあ、相手のライフを削り切りましょうって感じですね。はい。ということで、そうですね、試合の方を見ていきましょうかね。それでは、じゃあ、ランク前へ行きましょう。ランクマッチへ、ゴー！ででででん。対戦相手は、アイリューの方ですね。よろしくお願いいたします。もうドゥドゥドゥンって分かったよね。この音楽はアイリューだって。はい、ということで、手札の方は、なるほど、まあレジェンドカードありますね。先に打ちましたね。はい、今回別に打ってもよかったかな。うん、アイリュー、しかも6ですね。はい、 MP6 なんで緑単体ということで、さあ、お相手さんはレイヤー出してきましたね。うん、こちらも天の弱を出していきますと。はい、天の弱の方は敵のユニットだけに1ダメージ飛ばすんで、まあ残滅ですね。殲滅用って感じですかね。で、こちら、はい、さっきコピーしたカードを出していきますと。で、お相手さんの方はそうですね、 HP を増やしてきましたけど、ここで3点与えて、また3点回復で、2点ダメージ。で、シールド貼られますね。ちょっとおつらい。で、またシールドを貼っていくと。これは、しょうがないんで、顔を詰めようかな。うん。顔を詰めていきますね。はい。で、はい。で、封印される。封印されちゃった。どうしようかな。とりあえず、はい、電人飛ばします。電人先に飛ばした方がよかったかな。まあ、しょうがないですね。はい、また、天の弱出していきますと。で、そうですね。スピリットのユニットが、はい、砲撃しかいないんで、コストを4にしましょうかね。これで、そうですね。このゴーライウンがやられたらコスト4になるんですけど、どうしようかな。はい、じゃあ自分もね、いつきちゃんがコピーできたので、いつきちゃんで攻めていきたいと思います。で、ここで、はい、緊急回避。嫌ですね。はい、まあ、とりあえず顔面にダメージ与えてと。で、リセットかかっちゃう。このまま、いつきちゃんが育つのはちょっとまずいですね。はい、守りの大盾入りましたね。まあ、とりあえず、ほおずき出して、はい、電人と。で、こっからどうするかですね。そうですね。はい、とりあえず、出していって、はい、貫通ダメージ。で、狐も出していきますと。
これでどんどん2点ずつ飛ばしていきましたね、今。で、そうですね。この葉の桜姫は多分ガードできないんで。はい。対戦ありがとうございました。桜姫と、キツネが倒れたんで、多分、6点飛んだのかなと。3点3点で。っていう感じですかね。いやー、ほおずきがすごく役に立ちましたね。大活躍。ということで、次の試合に行ってみましょう。はい、対戦相手の方は、竜の方ですね。よろしくお願いいたします。真空波動拳。なるほど。そうですね、このままで行きましょうかね。ルシアの方を出していきたい。さあ、じゃあ、まずゴコスまで貯めてと。よし、はい、ルシア出していきますと。さあ、これでね、お相手さんが、待った。もしかして、わかんないぞ、このデッキ。赤単体なの、かな？うん。ですね、赤単体だけど、ほほほほ。そのカード採用してるか。嘘でしょ。まあ、とりあえず顔詰めていきましょう。これはわかんないぞ。赤単のデッキなんでしょうけど、入ってるカードが独特。なるほど。これは全然読めない。さあ、どうしようかな。どっちかカバーしてと。はい。で、どうしようかな。たたり場あるけどな。電陣使おうかな。はい、これで電陣使いますと。はい。天の弱出して電陣で、はい。で、このままそうですね。ほおずきの方が4コストになるんで出していきたいですね。おっと、お相手さんもほおずき。ほおずき出てくるか。どうしよう。たたり場出して、とりあえず今までのスピリットを回収します。で、なんかしてきたら嬉しかったんですけど、してこないと。これ先に、ちょっと、ゴーライウン出して、そうですね。このまま、ほおずきもカバーしてと、よし、オッケー。で、破壊と。危ない。まさかの、サルトビサスケが出てきてたんですけど、はい、ここは真空波動拳で消されます。ついつい出してしまった、ほおずきを。まあ、これはしょうがないですね。これ以上ダメージを食らいたくない。ということで、たたり場でまたスピリットを回収。よろしければ、ほおずき来てって感じですかね。顔面攻めていきます。で、回収。ほおずき来ましたね。しかも天の弱も来ました。ちょうどいい感じですね。さあ、こっからどうしようかな。先に多分ゴーライウン出した方がいいかな。そうですね。はい、ゴーライウン出してカバーして電陣と。これで全部にかかりますね。はい。これで一応ダメージは全部入ってるかな、プラス1で。いいですね。ちょっと待った。どうしよう。6点。レオン来る。レオン持ってらっしゃる。レオン持ってらっしゃるか。はい。ここで、はい、精密射撃。6点ダメージ。ここはね、大噴火。はい、これでドーンと。全部顔に飛びましたね。いいですね。で、この真空波動拳使ってくるかな、大月に。どうでしょうかね。とりあえず、あともう一体の宝月がいらっしゃるんで、そちらを出していきたいかな。はい、宝月出して、はい、もう、前陣。で、ここで多分、上の方に真空波動拳来るかな。あ、来ましたね。上の方に波動拳して、まあ、2-2と。で、ここで、はい、拳と。この拳で、そうですね。あともう一回来たら拳飛ばしてたんですけど、まあ、相打ちと。で、ここで飛ぶと。飛びましたね。なんとか。で、最後はそうですね。もう、エージェントで、とどめですかね。で、なんか、そうですね。人立ちしてきても、ヘッドショットで、対処していけばと、思ったんですけど、はい。対戦ありがとうございました。
解です。いやー、なかなか、読めなかった、強かったですね。はい、ということで5連勝もできたんで、ここら辺で終わりたいと思います。ぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。